武蔵野市にある井の頭自然文化園では台風による倒木でリスの展示施設の一部が壊れ、日本リスおよそ30匹が脱走したことが分かりました。リスはこちらの木が倒れかかってできたおよそ8メートルの金網の隙間から逃げたとみられ、現在も職員が網などを持って捜索しています。井の頭自然文化園のリスの小道は、日本リス118匹が放し飼いにされている人気の展示施設です。台風の影響でケージの近くにある樹齢120年の木が倒れ、金網がおよそ8メートルにわたって裂けているのを今朝職員が発見しました。ケージから逃げ出したリスはおよそ30匹で、これまでに10匹ほどが職員によって確保されています。早かった。走って突っ走って捕まらないようにしてました。園ではリスは園内の茂みや木の上に隠れているとみてトラップを仕掛けて捕まえることにしています。またリスの小道は当面閉鎖するということです。リスは人を襲う恐れはなく、園では見かけた場合は捕まえたりせずに連絡してほしいと呼びかけています。